ディオンダブリンはイングランドレスター出身の元同国代表の元サッカー選手。ポジションは主に FW。1997から1998シーズンには18ゴールを記録し、マイケル・オーウェン、クリス・サットンと共に得点王に輝いた。地元のチームでキャリアをスタートさせて、1985年にノリチシティのユースに入団。 1988年にトップチームに昇格するが、一試合も出場できぬまま1988年にケンブリッジユナイテッドに放出された。1988から89シーズンは、ローン遺跡でバーネット FC に所属。翌年からチームに復帰すると、ノリジ時代からセンターハーフとしてプレーしていたダブリンに、希望な得点感覚が備わっていると見抜いた。 監督のクリスターナによって FW にコンバートされた。このポジション変更がダブリンのサッカー人生において分岐点となる。若くしてケンブリッジのエースストライカーとして頭角を表したダブリンは4部に所属していたチームを一気に上昇気流へと導いた。1989から90シーズンにプレーオフを経由してディビジョン3へ昇格。 1990から91シーズンは昇格1年目にしてディビジョン3を制して2部に昇格。この2つのシーズンはいずれも FA カップでも好成績を残し6回戦まで駒を進めている。ダブリン自身も1991年のアーセナル戦で得点をしている。しかし1991から92シーズンでチームがプレーオフでトップリーグへの昇格を逃すと、 資金年出のためにダブリンはチームを離れることとなった。ダブリンは自身の土台とも言えるケンブリッジに対して愛情を語っている。当時サウサンプトンに所属していたアランシアラー獲得に失敗したマンチェスターユナイテッドがチェルシーやエバートンとの争奪戦を制して100万ポンドで獲得。1992から93シーズン第4節サウザンプトン戦において ロスタイムに決勝点を奪い、プレミア初得点を達成した。順調な滑り出しを見せたが、9月2日のクリスタルパレスで全治6ヶ月の重傷を負った。ダブリンが離脱している間に、ユナイテッドはフランス代表のエリック・カントナを獲得、当時のユナイテッドの顔とも言えるマーク・ヒューズのパートナーとして地位を確固たるものにした。 この年ユナイテッドは1966から67シーズン以来の一部優勝を達成。ダブリンは合計7試合1得点でユナイテッド1年目を終えた。徐々にチームにフィットしてきたダブリンであったが試合出場も限られたものとなった。シーズン途中にエバートンへの移籍が浮上するもダブリン獲得を熱望していたエバートン側の監督が退任したこともあって、 話は本語になった。最終的に1993から94シーズンをもってユナイテッドを退団し200万ポンドでコベントリーシティへ移籍。1995から96シーズンからコベントリーの監督に就任したロンアトキンソン、翌年から就任したゴードン・ストラカンの戦術手法はダブジンの才能を最大に引き立てるものであった。ダレン・ハッカービー ガリー・マカリスターらと共にチームを支え、1997から98シーズンにはマイケル・オーウェン、クリス・サットンと共に得点王のとなった。クレン・ホドル監督によってイングランド代表に初招集。オーウェンと並び得点王となったのにもかかわらず、フランス W 杯のメンバーには選出されなかった。1998から99シーズン途中にアストン・ビライ移籍。 移籍後のフルスコベントリー戦において、ブーイングを受けた。ダブリンは現在でも、コベントリーのプレミアリーグ最多得点保持者である。ダブリンの実力と所属チームの順位から、常に移籍が噂されていたが、1998から99シーズン途中に、コベントリーのライバルである、アストンビラに575万ポンドで加入。すぐに、チームに馴染み、4試合で、 ハットリックを含む7ゴールを挙げた。移籍後、デビュー戦から4試合連続で得点を挙げた選手は、ダブリンを含めて6人のみである。1999年の12月のシェフィールドウェンズデー戦で首を負傷するも、2000年4月の FA カップ準決勝ボルトンワンダラーズ戦において、得点を決め、チームの43年ぶりの決勝進出に貢献した。しかし、 2001年のファンパブロ・アンヘル、2002年のピーター・クラウチなどの加入によって定位置争いに直面し、数週間のミルウォール FC へのレンタル移籍を経験。ミルウォールでは、ディビジョン1の7試合に出場して2ゴール。プレーオフでも1得点を挙げ、FW としての役割を果たすも、チームはバーミンガムシティに敗れ、プレミア昇格とはならなかった。復帰後は、 ダリウス・バッセルとパートナーを組んだが、2003から04シーズン限りで、ロニー・ヨンセンと共に契約を打ち切られた。昨シーズンまでプレミアでプレーしていたレスター・シティに加入。チームも1年でのプレミア復帰を目標を掲げていただけに、ダブリンへの期待も大きかったが37試合で5ゴールという成績でシーズンを終えた。翌2005から06シーズンは DF に。 コンバートされるも、チームは昇格は愚か二桁順位に甘んじた。こうしたことから、2006年1月30日に、相互合意のもとで契約を解除した。クリス・サットンの抜けた穴を埋めるピースを探していた、コベントリー時代の恩師ストランカンの手招きによって、スコティッシュ・プレミアリーグ・セルティックへ加入。セルティックでは主に、スーパーサブとして、 リーグ制覇とスコティッシュリーグカップ獲得に貢献した。2006年9月20日に約20年ぶりに1年契約でフルスノノリッチシティに復帰。23日のプリーマスでデビュー。10月14日の QPR 戦で初得点。プレイヤーオブザイヤーに選出される活躍ミセルも2008年に引退を決意。引退後は スカイスポーツなどで解説者として活躍する傍ら、自ら、ザ・デューブなるパーカッション楽器を考案し音楽活動も行っている。ありがとうございます。